みなさんこんにちは2024年合格目標行政書士、えー、講師が語る有山メソッドコンプリート講座の全貌と、まあ、題しまして、えー、行政書士試験についてのまあ軽いガイダンスとあと講座のご紹介を、えー、させていただきたいと思います担当はレクセン講師の有山ですどうぞよろしくお願いいたします はい。えー、それではですね、今から、あのー、講座紹介というふうに、まあ、どうしてもなってしまいますので、こちらの講座のご紹介を、まあ、しつつ、ご紹介を交えつつ、行政書士試験についてね、あのー、お話をしていきたいというふうに考えております。まあ、メインの内容としましては、こちらの2024年合格目標、行政書士、有山メソッドコンプリート講座。まあ、あのー、タイトル、正式に言うと、デルジュンシリーズ使うので、デルジュン、 アリアマメソッドコンプリート講座というふうに言うんですけれどもまいります、えー、ますず有山メソッドコンプリート講座とかね言っててて何でしょうっていう,ふうに思われる方も、まあ、結構多いんじゃないかなと思うんですけれどもあの私がですね行政書士試験を受験した際にこちらのデルジュン行政書士シリーズというものを 使ってですね、学習を実はしたんですね、はい、こちらのデルジュン行政書士合格基本書とそして合格問題集、まあ、これ今実物をご用意しているんですけれども、まあ、これ以外にも後ろに載っているんですけどあ書籍をお持ちの方はもうそっち見てくださいねこんな感じでですねデルジュンシリーズあのブルーの、えー、表紙が目印なんですけれどもたくさん出てるんですね。 でもしかしたら今、こちらの動画を独学で勉強してみようかなと思っていらっしゃる方も見ていただいているんじゃないかなとうう思っていてでまずあの、これを今から講座紹介の,、ね、あの動画で言うことではないかもしれないんですけれどもこれちょっと言っとかないといけない気がしますのでお伝えいたしますと。と行政書士試験は 独学で合格できるかできないかっていうあのご質問をいただくのであれば私の回答としましては独学でも合格はできるというあの回答をしたいですただ、それにはさまざまな要件、条件があの追加されまして。 ほら要件とかってねあの、法律の勉強していくとやっぱりたくさん出てきますよね、次の全ての要件を満たすことによって、この法的効果が発生するとかね、まあ、あると思うんですけれども、まず独学で合格をするためには、ご自身に合った教材を見つけるっていうのが1点と、インプット・アウトプットのバランスとかを自分で判断することができるあの能力があるっていうのが2点目。そして サボることなくしっかり学習を継続することができるっていうこの、まあ、少なくとも少なくともですよこの3つの要素を全て満たしていないとなかなか厳しい戦いとなります特にあの法律関係の学習の、まあ、初学者の方ですね何か他の資格試験で民法の勉強をしたことがあるとかね行政法関連で少し知識があるんだとか。 あるいはあの憲法についてあの知識があるとかそういった方でしたら勉強したことがあるという方でしたらねあの、可能性はもちろんどんどんどん高まっていくんですけれども何か他の資格試験の勉強でそういった民法や憲法や行政法といったメインの、ね、分野について学習経験がないとやっぱり最初は、ね、何を言っているかわからないから。 勉強することがちょっとストレスになってしまうっていう方もねいらっしゃるとは思うんですよ、まあ、ただあの一応最初に申し上げておきますと独学でいけるかいけないかでいうとやっていられないことはないです、で私は基本的に、まあ、こちらの,あの合格基本書を人に出る順シリーズですねを使って勉強をずっと進めてきたタイプですので、何かこうインプット用の動画をね 聞いていたりとか授業に参加したりとかあとは演習講座に出てみたりとかそういったことはあの基本的にはしておりませんのでものすごくあの直前期、超直前期にレックのですね直前期用の,あの教材を使わせてもらったりとかねそういったことはあったんですけれども、えー、ベースの勉強は全てこちらのですねデルジュン行政書シリーズを使って実は行政書試験を、まあ、受験していたんですね。でその際に この有山メソッドとは何ぞやという話になってくるんですけれども、そのデル・ジュン行政書士シリーズを使って私が勉強した際に、まあ、やっぱり私はあの普段からですねこちらのレック東京リーガルマインドというところで、まあ、不動産系の資格をメインに講師をさせていただいておりますので、勉強している時もですねついついどうやったら効率的に覚えられるだろうか、どうやって考えていったら、ここは、 より、えー、簡単にといいますか自分の中ですっと落とし込めるように理解できるだろうかっていうのを、まあ、常々考えながらあの読み物を読んでしまう、まあ、習慣といいますか癖がありますのでその実際に「デルジュン」シリーズを使って勉強していた時もですね、オリジナルの語呂合わせを作ったりあのちょっとしたリズムに乗せて覚えないといけないものを覚えたり まあいろいろとこうそういうテクニック的なところをですね自分でこう編み出しながら勉強をしていたタイプなんですねでせっかくですからまあ私はあの幸いにもこのデルジュンシリーズを使いまして、えー、2022年の行政書試験かな2022年の行政書試験にあの一発で合格をすることができました記述抜きで200点を超えていましたのであの記述の採点次第で。 配点が決まるどうだろうっていうそのハラハラする時をねあの幸いにも過ごさないで済んだんですけれどもまあそういった形であのもちろん私はね民法とかのベースの知識がちょっとはあるっていうアドバンテージがあるんですけれども実際に市販の教材でも合格ができるというまあ勉強方法ですねとにかくデルジュンシリーズを使い倒すっていう勉強方法をまあ個人的にはあの 編み出したわけじゃないです編み出したわけじゃないですけれども、まあ、自分で、ね、あの試してみた経験がありますので、まあ、そういった経験に基づいて「デル・ジュン」シリーズを使って、えー、全90時間で皆さんに合格をしていただくって言い切れるといいんですけれども合格の足がかりになるような、えー、知識をお伝えするというのを目,標目的に生まれたのがこちらの有山メソッドコンプリート講座というものです。 実際にあの今、こちら見ていただいている方で勉強を始めている方が、ね、多いんじゃないかなと思うんですけどまだ勉強を始めてない、あるいは始めたばっかりで行政書士試験というのがどういうものなのかがちょっといまいちあの入ってきてないなという方あとは分かっているはずなんだけど明確な目標設定をしないまま進んでしまっている方に向けて軽くですね受験ガイド 試験ガイドおお伝えしておきたいいと思いますテキストをお持ちの方合格基本書をお持ちの方は行政書士試験ガイドですねちょっとページが何ページというのか書いてないので恐縮なんですけど、ま、前の方です最初の方見ていただきますと、まあ、この辺に、ね、試験概要を載っているんですがそのお隣のところ拝点と、えー、科目別拝点というところをお開きください。 まずあの全ての資格試験で共通して言えることなんですけれども、戦う前に敵を知るっていうことが何より大事ですとりあえず勉強してみようっていうよりも、まあ、とりあえず勉強はしてほしいんですけれどもやると決めたらね何が出るんだろうからまず確認した方がよろしいかなと思います法令等と基礎知識っていうふうに、まあ、基礎知識うーん一般知識って言った方が今の方だとなじみがあるかもしれないですけど、一般知識基礎知識。 基礎知識の2つに分かれておりまして法令等をベースに今回お話ししてまいりますけれども5個の選択肢が与えられていてその中から1個を選んでくださいという五子択一式のものが全部で40問出題されますそして、多種選択式多選択式というのはばーっと長文のですね例えば判例などが書かれておりましてその中で重要なご句重要な単語が 虫食い状態で穴が開いているんですねそして下の方に選択肢,選択肢がばーっと与えられている何個も書いてあるんですその中から適切な選択肢を、まあ、選択していくというのがこの多子選択式の問題ですでこの多子選択式に関しましては、えーまあ、実際に、ね、どういったふうに解いていくべきかというのもこちらの有山メソッドコンプリート講座ではそこまで問題数は多くないんですけれども アウトプットの,あの回でですね時折、えー、多種選択式も取り上げましてご紹介をしておりますとにかく選択肢多いからどうやって解いていっていいかわからないという方もね結構多いようなところです、まあ、配点としましてはこちらが160点、こっちが24点とで記述が実は行政書試験はあるんですね記述は、えー、3問出題されます、ちょっと下の方を見ましょうかね。 記述に関しましては行政法から1問と民法から2問出題されます特に民法の2問というのがなかなかこう最初はですね、どうやって言語化していいのか,と言いますかご自身の文章として表現していいのかというのが。まあ 取っかかりにくいと言いますか、取っかかりがねなかなか見つけにくいところになりまして、ちょっとね苦戦する方が多いような分野ではあるんですけれども、その記述に関しましても、まずはその基礎が何より大事なんですよ、最初からねあの民法は記述式があるから、どういう論点が出てくるのか探りつつ、どういうふうに書くのか考えていこう、もういいんだけれども、1個の勉強法です。でももそうじゃなくて何よりも 基本をしっかりすするということが大事なんですよだから民法も結局記述式で問われる論点っていうのはやっぱりその行政書士になられる、まあ、行政書士の先生になられる方たちにしっかり理解しておいていただきたいというその基本的なまあルールとか過去にトラブルになったことがある判例が存在している何かしらの,その出来事とかについてピックアップして、まあ、聞いてきたりするような まことですから結局、その知っておいていただきたいことっていうのはインプットで勉強したところなんですね、でそこをどれを出してくるかが、まあ、予想していくという、私たちが、ね、予想していくということになるんですけれども、最初から記述式とか、あるいは多選択式とかのねちょっとこう難易度が高くなるような問題にフォーカスして、そっちのテクニックばっかりやってしまうと、それはそれでちょっと問題がある。 じゃあただ漫然ととりあえず出てくるやつを上から順に勉強していけばいいのかでとにかく覚えていけばいいのかというとそれはそれで時間がかかるつまり何が言いたいかあまりこう記述式どうやって書くかとかね多種選択式どうやって攻略していくかっていうその攻略方法ばっかりに注目しちゃうとそれはそれで大きな落とし穴にはまってしまう恐れがあるから怖いけれどもじゃあ漫然とテキスト1ページ目からやっていって それでいいかっていうととてもじゃないですけど時間が足りないしそのリソースとして避けるあの記憶の容量とかもね、有限ですから無限に覚えられるっていう人はあんまりいないと思いますからだから、そこのいいバランスを見つけに行かないといけないここの部分はしっかりインプット基礎からしっかりやっていくべきであるここはインプットはある程度でいい。もし出てきたらこういうテクニックで解いていけばいいんだとかね。そういったところを、まあ 特にあの予備校などを使った場合にはその担当の講師がこう逐一を教えてくれるので、えー、予備校に通う方は時間を、ね、節約してさっとストレートで合格をすることができるんだと、まあ、もちろん一発でとは言わないですけれども多くの方が、ね、あの少ない受験回数で合格,を合格というものをつかみ取ることができるんだでも、独学の方もそれをご自身でいい塩梅で分かっていけばできますよ。 だからあの絶対に独学は無理ですって言ってるわけじゃないんですがこのように結構、出題の、ね、内容も多岐にわたりますし出題方式も種類が様々ありますのでその辺りを行政書士験はしっかりこう最初に念頭に置いて勉強していく必要があるんだということですね、ちなみに結構、ね、狭き門なんですよ、えー、合格基準点なんですけど今、ね、お見せしているので見えますでしょうか。 はい、法令科目で122点以上でありさらに、まあ、一般知識等科目って言ってるのはここで言ってるある基礎知識なんですけど一般知識等科目の得点が24点以上というふうにそれぞれに足切,りの足切りの点数がまず用意されていますですから例えばあの法令等についてはしっかり対策をしてある程度点数取れていたんだけれども基礎,知識基礎知識のところで 24点未満になってしまうと結局こっちがどんなに配点が高くてもこちらで足切りになってしまって、えー、もはや合格に至らないとでそれぞれが124点、24点以上というボーダーラインを超えていてさらに全体の得点で180点以上であるということが要求されています。 ですからあの、これもよくね、お聞きいただくといいますかご質問いただくんですけれども、あのどこで何点取ればいいですかとかね、結構いただくことがあるんですね、でどこで何点取ればいいかっていうのは、まあ、一応、大まかな目安は実はあるんです。あるんだけど、ね、人によって例えば民法の,あのベースの知識が終わりなのであれば民法でもう少し得点をね、稼いでいただくとかそういうことを、まあ。 ある程度人によって若干微調整はしてもいいと個人的には考えているタイプですでも、理想はですよ理想は記述で得点をいっぱい稼ぐっていうのはなかなか難しいという前提に立って難しいというふうに考えて卓越式と基礎知識のところである程度、まあ、一番いいのは180点いっているあでもね、ねそれを目指すと結構大変です。 大変です大変なのでもちろん理想は記述以外のもので180点以上を目指すでもなかなか厳しいので、まあ、例えばそうですね160点とかをちょっと狙いに行くもちろん150何点とかでもねあの合格の可能性は全然あるんですけれどもただ、記述以外のところで150点くらいだとあの記述により。 結果がちょっと変わってくるかなというところで合格確率は、ね、もちろん高いけれども、ちょっとその辺があの不安な時を合格発表まで過ごすかなというふうに、ねまあ、なってきますね、こういう細かい点数とかの配分も、まあ、こういった形で今、私がつらつらとお話しましたけれども、ちょっと考えながら、ね、勉強を進めていく必要があるんだということです。で実際ににこちらの合格基本書をももううすでで店さんで買ってて勉強しいるよっていう方も まあ、結構多くの方が見ていただいているんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、まず始めてみてください、最初の,、ね、あの憲法から始めてみていただいていいですで憲法は基本的にこう判例の、ね、結論とかがサクッと書いてあったりするような感じなんですけれどもその後に取り掛かるのが民法になりますで特に民法は難しい見回しなどが多かったりしますからなかなかねとっつきにくかったり まあ言ってることは分からなくはないけれども実際に問題を解いてみるとテキストあるいは条文で言っている言い回しと問題文で言ってきている言い回しがなんか全然違うんじゃないかなというのでなかなかこう,うまく、まあ、アウトプットができない特定につながらないという方も多いんですね。でもししそういうふうううういいにににちちょっっっとと壁にこうぶち当たたてしまうっていうようなことがあった場合に こちらの,あの有山メソッドコンプリート講座は例えば憲法だけちょっとまずそうっていうんだったら憲法だけあるいは民法の、うん、そうですね物件がちょっと苦手だっていうんだったら物件の、えー、民法1に、ね、物件と相続含まれておりますので民法の1だけ、えー、あるいは債権家族法が苦手だっていうのであれば民法の2をまああのまあこれだけ選ぶみたいな形で科目別で ご受講いただくことが可能ですので、す、ま、の、あ、ある種、独学でチャレンジしているんだけれどもちょっと厳しそうだなあるいは苦手科目があるよという方の、まあ、ちょっとした学習のサポートじゃないですけれども少し、ね、あのアシストできればなということで全科目一括でドンというような講座ではありませんので。 あのご自身の,そのペースやご自身の苦手科目を特化するという意味合いでも、まあ、もしよろしければね、一度ご受講してみていただければなと思います。もちろんあの通信講座を何か探していて、まあ、値段も手頃だし、私の話し方とかね、あの合うなって思っていただけたようでしたら、もちろん一括で、ね、取っていただくとあの、足し算していっていただくと分かると思うんですけど、明らかにお得なように、お得になるように多分なっていますので、まあ、そういった形でね、あの一括で思い 申し込みいただくっていうのも1個のあの手なんですけれども、こういった形でね。あの科目別で展開していっているのが有山メソッドコンプリート講座というものになります。ちなみにスケジュールの詳細とこちらとあるんですけれども、こちらかなあの詳細こちらというのね。今お見せしております。けれどもすで、えー、にですね。有山メソッドコンプリート講座の無料体験の動画が2本。 皆さん見れるような状態になっておりますまず1本はどなたでもご視聴いただくことが可能です、えー、講座の詳細のホームページ進んでいっていただきますとお試しウェブ受講のような言い回しのものが <laughs> あの載っておりますのでそこでねあの進んでいっていただきますとちょっと登録をしないといけないんですが無料で30分民法のあるコマ1コマ見ることができますでもう1つ これはちょっと合格基本書をご購入いただいた方限定になってしまうんですけれどもうん載ってますねあのー、合格基本書の一番後ろのところに無料体験講義動画がのご案内が載っておりますので下にほら申し込み方法っていうのもね、あのー、載っておりますからこちらでもう1本別の動画です。 合計で1時間分あの無料でご視聴いただけるようになっておりますのでやっぱりね、ね講座っていうのは多分講師との相性なんじゃないかなっていう,ふうに個人的には考えていますので、うん、合う、合わないって絶対あ,あ,るあるじゃないですか、例えば話す速度もそうですし私は多分、ちょっと早い方なんじゃないかなと思いますよ。あのやや早い方ではああるとまあ 認識しているんですけれども結構ね早くあの話す方ではあるのでそのサクサクっと進んでいくのがいいって感じる方もいればあそんなスルスルスルと言われて次行っちゃうと,もう,ちょっともうちょっとゆっくり間を持たせてやってほしいわっていう方ももちろんいらっしゃるわけなので、まあ、その辺りのねあのやっぱり科目別で変えますって言っても合う合わないがあると思いますので、まあ、その辺りねまず無料お試し動画で。 あのご視聴いいいいいいただててみるのがいいんじゃないかなかという,ふうに考えておりますでも話を戻しますけれども皆さんがね今年2024年の行政書士試験に合格をするためにですね、まあ、私が今回のこちらの講座でできることとしましてはこちらの合格基本書、そして合格問題集この2冊を使いましてであの別冊でコンパクト六方っというものがついておりますからあ後ろにね あの書籍の一番後ろにこのような形で行政書士試験コンパクト六法ていうのがねあのついてくるんですけれどもねそのコンパクト六法なんかも使ってあの実際にどうやって六法を引いていけばいいのかでどういう時に六法を見るべきなのかっていうのもあの随時お話をしておりますのでまあそういった勉強法とかについてもねあの適宜皆さんに。 おお伝ええできればなという,ふうに考えております、まあ、そして何よりの売りですけれども、やっぱり私はですねいかに楽しく覚えるか、そして忘れないかということをあの重要視しているタイプの,あの授業をやっておりますので、まあ、例えば語呂合わせとか、ですねあとはちょっとリズムで覚えていきましょうとか、そういったものをねあのご提供していく。 予定でおります。まあ、随時ね、皆さん、の、見ていっていただくと、まあ、そういったものが出てきます。まあ、例えば、そうですね、あの、衆議院、参議院のね、数字の覚え方とかね。これ、覚えましょうって言っても、なかなか大変ですから。まあ、そういったところをね、あの、有山メソッドとして余すところなくお伝えできればな、というふうに考えております。まあ、とにかく、あの、2千二十年、行政書試験を受験すると決めた以上は、まずは合格すると決めることですね。あの、そうしないと始まらないんでね。 で合格すると決めたら本試験会場まで行く、絶対行く、まあ、もちろん何かのご事情があってねあの断念するっていうのは別に、うん、絶対ダメと言ってないですけれども受験会場に行ってで学習の時間が足りないんじゃないかって心配だったとしても筆記用具を置いてくださいって言われるまでは絶対に諦めない。 絶対に諦めないでもう自分が受からずして誰が受かるんだくらいの気持ちでいかないとねあの、まあ、緊張するからそんな気持ちにはなかなかなれないんですけれども、まあ、そういう気持ちでねとにかく攻めの姿勢で勉強していくということが大事になりますで私もあの攻めの姿勢で皆さんのことを応援していきたいと思っておりますので、まあ、ぜひあの今年、ね、2024年行政書士試験学習される方はちょっと、ね、あの勉強始めて不安だなというふうになりましたら。 えー、こちらの有山メソッドコンプリート講座ご検討いただけるといいかなと思いますまあ独学の方もねぜひあの無料体験動画、えー、2023年の民法の記述2問1問1問でそれの論点についてもテキストも使ってがっつり30分間ねお伝えしておりますので、えー、一度ご視聴いただければと思います、はいえー、それでは、まあ、長くなってしまいましたけれども、えー、行政書試験についてのご案内とあとは 新しい講座ですね。有山メソッドコンプリート講座の全貌ということで、果たして全貌をお伝えできたのかが定かではありませんけれども、えー、ガイダンスは以上とさせていただきます。今年受験される方頑張ってくださいね。応援しております。それでは、お疲れ様でした。